こちらの商品は前回紹介したワイヤレス充電器の改良版ですね。外観はこんな感じです。ワイヤレス充電器と USB ケーブル、メッセージカードと取扱説明書ですね。こちらが、以前のモデルで、こちらが、改良版のモデルです。形が縦長になりましたね。携帯の形に合わせてより安定感が増したと思います。裏側はこんな感じです。3箇所に送信機がついているみたいなので、結構充電できる位置が増えたらしいんですよ。前回はちょっとずれると充電できなかったんですけど、こうやって置いてみますね。こことこんな感じで充電できるんですけど、横でも充電できます。端っこでも大丈夫です。こちらでも充電できます。で、充電するとこちらが青く光ります。やっぱりワイヤレス充電器のメリットは、なんといっても USB コネクタを傷めることがないという点ではないでしょうか。私は純正の充電器をずっと使用していたんですが、こんな風にですね、ずっと使ってるとここがどん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 剥がれてきて、結局これもう使えなくなっちゃったんですけれども、抜き差しの耐久性がだいたい1万回ぐらいなんですね。ワイヤレス充電器だとそういった心配はないですね。で、しかもですね、過充電の心配がないんですね。普通コネクタ差しっぱなしだとどんどん充電されちゃって電池持ちが悪くなるといったことが懸念されるんですけれども、この置くだけ充電は満タンになった時点で止まるんですね。で、あとまあ見た目がスタイリッシュですね。最先端の感じでかっこいいっていうのが3つ目のメリットですね。以上で商品紹介を終わります。他にもいろいろな商品を紹介しているので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。おつぽんでした。バイバーイ。